越しくださいました。好きなもの、宝塚、歌舞伎、相撲、昭和プロダクション所属、フリーアナウンサー、青柳まみです。今日はですね、現在、京都市京セラ美術館で開催されています。京都市美術館開館90周年記念展、村上隆、もののけ京都。こちらの展覧会のグッズの話です。展覧会に行っての感想は、別途動画がありますのでそちらをご覧ください。ね、展覧会じっくり見て、その見た後のテンションってこうね、盛り上がってるんで、ああ、これも欲しい、これも欲しい、ああってなったんですが、その中で絞りに絞って買った私の、お土産グッズです。まずは、そのね、展覧会の内容紹介の時にもお伝えしました。こちらの、ポストカード。村上隆さんが、蘇我蕭白の雲龍図にインスパイを受けて描いた雲龍図の一部。こちらのポストカードです。迫力がありますよね。で、もう一つ買ったのが、こちら。こちらが、金色の空の夏のお花畑というタイトルの作品のポストカードです。このポストカードね、実際にはこの作品は、まあ、金箔も使われていてとっても華やかで、いわゆるリンパ。このね、リンパならではのリズムとゴージャスさのある作品なんですよ。とっても見ていて楽しくって、あ、お部屋に置きたいなと思って、このポストカードを買いました。もう一つね、これ、ちょっと皆さんもこうやって映像で見てたらちょっとわかるかな。この光沢感が、なんとも言えない形にあって、この、金箔の、金の光沢感も結構ポストカードでしっかりと表現されてるなって思って、たんですよね。印刷でね、この金、まあ、銀もですけれども、その光を反射させているものの美しさってなかなか表現できないんですけども、これはさすがですよね。なんかお部屋が楽しくなりそうでしょ。このポストカード、買いました。そう、部屋に飾るために買ったポストカードです。で、このね、作品展覧会のメインビジュアルということで、実は、ショッパーもこちらなんですよ。これもね、可愛くって、こんな、お花ちゃんも、お花もあって、こういうね、なってまーす。これも、すごい、可愛いので思わず、買っちゃいました。いつ使う？どう使う？わかんない。ショッパーです。結構ね、展覧会場、そこで、グッズ買うときに、最後のところでこのショッパーも買えるので、あ、ショッパーもって買ってる方多かったですよ。そして、そうそう、こんなね、袋にも入れてくれるんですよ。袋もお願いしたら買うことができます。ちょっと持ち運んじゃったんで、だいぶよれっとなっておりますが、見えるかな？したらいけるかな？はい。こんな感じ。かわいいんですよね。した方が見える？見えないか。ぜひ、実物を手に取ってください。で、一番私が悩んで買ったのが、これ。この箱。これですね、隣の開花堂のクッキーです。こんなね、袋もつけてくれます。ね、この袋だけでも可愛くって、なんか、取っておきたいなってなるんですよね。この袋と同じような、包装紙に包まれています。で、このクッキーが、悩んだんですよ。ちょっとお値段もするし、自分のために買うにはどうかな？どうかな？って悩んだんですけど、やっぱり私は今回の展覧会で、あの桜の、あの笑顔が大好きだった。あの空間が大好きだったっていう、それがあるので、
買いました。その空間というのは美術館の中央ホール、この中央ホールにアウン像が展示されていて、そのアウン像の後ろに、大きな桜の木があるんです。で、その桜の木、満開の桜なんだけど、その桜の中はこう顔がね描かれていて、お花ちゃんなんですよ。ちょうどね、このクッキーのこういうのの桜バージョンになってるわけで、その桜の笑顔がすごくピュアに、屈託なく桜を見ている時の私たちの笑顔を見せてくれてるようで、それがいっぱいある空間っていうのが本当に出て幸せだったんですね。そのあたりも、動画で展覧会の思い出でお話ししておりますのでご覧ください。ということで、そのクッキーを買ったわけですよ。今ここで開けましょう。これが、なんか包装紙も大事に大事にしたいなって思うからビリっていけないんですけれど、これ絶対今のタイミングで展覧会行かれて買うと、お花見のお菓子にこれ持っていきたいってなると思うんですよね。よし、剥がした。こう切れば綺麗に。花火のパイサローのクッキーです。こんな感じかな。見える？いけるかな。はい、これで、パッケージはシンプルなシルバーですな。で、開けます。じゃん。よいしょ。行きましょう。行きますよ。こちらね。はい。はい。いけますかね。こんな感じです。はい。こんな感じ。で、クッキーズフォーザフラワーガン。あ、ほのかな、ほわっと桜の香りがしますね。あー、いい香り。で、この、これ桜、あー、やっぱりかわいい、買ってよかった。はい、なんかパカっていってしまいそうなので、ちょっとあまり傾けられないんだけれど、いけるかな、いけるかな、いけるかな。こんな感じでなってて、一個取り出そう、見えやすそうな、では、こんな感じです。いるかな、いけるかな。はい、お花ちゃん結構しっかりできてますよね。かわいい、やっぱりかわいい。1個いただきます。おいしい。うん、バターの香りも結構しっかりします。食感もしっかりしてますね。うんうん。あ、うん、おいしいです。あ、クッキーとして結構一つが小さいけど食べ応えがあるし、バターの風味もしっかりしてるので、結構一ついただくだけでも、うん、なんか食べたなって感じ。うん、桜の余韻がちゃんとありますよ。買ってよかった。これ私、大園春場所に行く時のマス席で見る時のおやつにしようと思っております。後でちゃんと写真撮ってね、こちらもお見せしましょう。いやー、買ってよかったですね。
そしてこれはまあ買ったというよりは行った時にいただけるというね、先着5万人のコレクタブルトレーディングカード、これもねまだ開けていないので開けてみましょう。丁寧にハサミでカット。どんな感じなのかな。開けました。レーディ。お、ドブくん。あ、かわいい。ドブくんのカメリアレッド、こちらです。へえ。まなんか結構かわいいよ。こんな感じ。光の反射で見えるかな。はい、ドブくんです。カメリアレッド。綺麗な色ですね。へえ、これがコレクタブルトレーディングカード。あ、裏がちゃんとね、展覧会に合わせてますね。村上隆もののけ京となっております。こちら大事に袋に入れたか。ということで、私のゲットしてきたグッズでございました。このクッキー、うん、結構しっかり余韻も残ってるからお土産におすすめです。今からの季節の手土産にちょうどいいんじゃないかな。うん、ショッパーもぜひ買ってくださいね。かわいいので。で、ポストカードもいっぱいありますし、あとね、この桜では私すっごい悩んで、その時は買わなかったんですけど、イヤリングもね、すっごくかわいいんですよ。あれ、もしかしたらもう私が次行けるタイミングでは売り切れてるかもしれないっていうぐらい、とってもかわいいイヤリングもありました。皆さんぜひ、村上隆もののけ京都、京都市京セラ美術館で9月1日まで開催されている展覧会です。グッズも含めてお楽しみください。最後までご視聴いただきありがとうございました。青柳まみがお届けしました。またお目にかかりましょう。